You're listening to Shibuya Cross FM。キオラのハッピードリームプロジェクト。この番組は私キオラがセレクトしたビジネス経営者や実業家、スポーツ、芸能などさまざまな分野で活躍する人たちと経営方針や商品ヒットの秘訣、運気を呼び込む秘訣、プライベートなお話など会談を呼び鑑定する番組です。幸せの輪を広げていくことをコンセプトにしております。この番組は世界自然遺産の島屋久島町役場、 J ネットワーク株式会社、女性の輝く未来へ、レディーバードの提供でお送りさせていただきます。こんばんは。もう12月28日、もう明日からね、皆さん結構もうお正月休みの方も多いと思うんですけれども、今年はですね、まあ、12月クリスマス、まあ、だいぶこうコロナもね、まあ、緩和しまして、皆さん楽しいクリスマスだったんじゃないかなと思います。特に、まあ、23、24、25がですね、まあ、クリスマスウィークということで、まあ、週末にかかっていたので、こう街中もね、まあ、すごくこう華やかだったですし、まあ、お客様もやっぱりこう占いでもね、クリスマス前っていうのがすごく恋愛でもこう占ってくださいっていう方が多かったんですけれども、まあ、24日会えましたとかですね、まあ、中にはですね、まあ、24、25とかでなかなかこう、ね、彼から連絡がないというのでやきもきして、まあ、占いでかけてくださる方もいたんですけれども、まあ、結果的に、ね、こう皆さんいいクリスマスだったんじゃないかなっていうふうに思います。なのでね、まあ、このいろんなこう気持ちを胸に、まあ、来年に向けて、まあ、いい気持ちで今週最後過ごしていただきたいなっていうふうに思います。じゃあ2023年はどういう年になりますかということでですね、いろいろこう聞かれるんですけれども、来年は結構流れが早いとかですね、まあ、いい年になるっていうふうに言われてます。なので、まあ、今月中にですね、まあ、自分がこういうことをしたいとか、まあ、何か目標とか目的とかですね、まあ、クリスマスとかでも結婚決まった方とか、まあ、いろいろと思うんですけれども、まあ、いろんな目的を持って進まれると、よりこういい、ね、来年がまあスタートできるんじゃないかなと思います。なのでいろいろ整理整頓しっかりしてですね、まあ、来年、まあ、そこにさらに、まあ、自分を極めていくっていうことに集中すると、お仕事でもまあいろいろこういい結果につながるんではないかなというふうに思います。はい、それではですね、まあ、私のこの2022年を振り返りますと、まあ、どういう1年だったかというと、まあ、本当にいつもはですね、まあ、こうだった、あれだったとかっていろいろあるんですけども、私自身本当に、まあ、自分が自分を褒めたいぐらい頑張った1年だったなっていうふうに思います。で、私の、まあ、目標でですね、海外で、まあ、占いとか監修を出すっていう目標があったんですけども、今回ですね、こちらまだ発表になってなかったんですけれども、まあ、楽天の方のですね、会社の方の社員さん向けの2023年の占いということで、私が監修をさせていただきまして、まあそこに所属しているというか働いている社員さんにですね、まあ、私の監修が届けられます。それがですね、日本だけではなくて海外駐在の方とか海外に住んでいる方とかに翻訳されても、そちらがこう行き渡ることになりました。なので私にとってはですね、まあ、初めて官邸でですね、こう何回か、まあ、台湾とか北京とかこう少し行ったことがあるんですけれども、こういった形で、まあ、名前が出てですね、翻訳されていくっていうのは本当に初めてでですね、それが本当に2022年は私自身の中ですごくいい、まあ、終わり方というか、監修も無事できまして、良かったなっていうふうに思います。で、そしてですね、まあ、楽天占いのビューティーの方もですね、まあ、10月から12月にかけて、まあ、こういうヘアがいいですよとか、まあ、こういうラッキーアイテムとか、まあ、そういう女性寄りのですね、まあ、監修をさせていただいたんですけれども、こちらも2023年のですね、楽天ビューティーさんの方の、まあ、監修を継続してですね、させていただきました。なので来年は、まあ、社員さん向けの方はオフィシャルになることはないんですけれども、楽天ビューティーさんの方はまた掲載されますので、そちらもぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、そしてですね、まあ、私大学時代が美術学科でですね、桂由美さんってブライダルの
あのファッションショーとかでいろいろ有名なんですね。あのデザイナーの桂由美さんに憧れて、私はあの共立大学の、まあ、こう見えて家政学部ですね、良妻賢母の家政学部の中のですね、あの生活美術学科っていうところで美術を専攻してですね、あの、まあ、グラフィックデザインの専攻だったんですけれども、基本イラストレーターとかですね、そういうのを、まあ、メインにしていたんですけれども、ずっとですね、なんかこうグッズとかやりたいなと思ってたんですけれども、今回ですね、私がデザインしたトレーナーができました。1枚目お願いします。はい、これですね、まあ、ちょうど今写真で出てるんですけれども、12月24日の8時からですね、1月7日までの2週間の限定販売になります。これ私が手書きで書きました。で、このファイルもですね、ちょうど、まあ、先日12月11日あの立川談慶さんのイベントはですね、あの本当におかげさまで満員御礼になりまして、そちらでこちらのクリアファイルもですね、配らせていただいたんですけれど、こちら私が手書きでですね、で私が得意なのが下書きなしで書くっていうのが、まあ、私得意なんですけれども、こちらも下書きなしで書きました。でこちらは、まあ、12月24日から販売になってるんですけれども、色がですね、あのグレーとかちょっとベージュ系のと3色あります。で結構もう買ったよって周りでも買ってくださった方いるんですけれども、これ後ろに絵柄があるので前は何もないんですね。で後ろに書いてあるだけなので、まあ、なんかジャケットの下に着ていただいてもいいですし、まあ、ちょっとしたこうラフな時に着ていただけたらなと思います。で周りで買ってくれたあの女性の友達は白が人気で、男性の友達はグレーが人気でした。なので、まあ、お好みだと思うんですけれども、もしよかったらなんかぜひね、この期間中に買っていただけたらなと思います。でこの2週間の限定なので、まあ、もうこれを過ぎてしまうと購入がなかなかね難しくなってしまうんですけれども、まあ、S から XL までですね、まあ、あのサイズがありますので、あのそのサイズに合わせてね買っていただきたいなと思います。まあ、ユニセックスの男女兼用なんですけれども、ちょうどあの正月なんか実家に帰るから、まあ、あの母にですねちょっとなんかどうかなと思って連絡してですね、で父がちょうど、まあ私あの父も弟もスポーツでバスケをやってるので、割と結構こうなんかパーカーとか好きなので着るんじゃないかなって言ったら、うちの父親はですね、あの 4L って分かります？ XL のそれの2倍ですね。でうちの父親はバスケでちょっとセンターをやってたのもあって、サイズが 4L なのでちょっと残念ながらこうあの間に合わないというか着れないんですけれども、サイズは、まあ、こちらパーカーですと 2L までありますので、まあ、ちょっと大きめな方でもあの着れますので着ていただきたいなと思います。まあ、うちの父親はもともと大きいのでね、なかなか 4L とか皆さん聞いたことないと思うんですけど、太ってはいないんですけど結構ね全体的に多いの大きいので、はい、あのすごくあのなんか皆さんにあの合うサイズのものがあれば嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ次にですね、はい、こちらですね。なのでこちらホームページをなんかご覧ください。はい、じゃあ次に移りたいと思います。はい、こちらですね、ジョン・レノンのですね、まあ、イマジンを知っていますかなんですけれども、こちらね、あのちょうど12月3日から12月31日までの、まあ、放送になるんですけれども、私はですねこちらで、まああの幼馴染4人衆の中の光というね、まあ、公務員で、まあ、働いてる光の役で脳下進行を担当してるっていう役だったんですけれども、今回ですね、まあ、こちらの天音成さんとですねマーナさんですね。でマーナさんが、まあ、あのもともと親友でですね、まあ、成さんの役が一緒に、まあ、デビューすると思ってたら、まあ、相手の渚のマーナさんの役の子が、まあ、一緒に出なかったことによってデビューしたけどうまくいかなくてこう実家に帰ってくるっていう。で、まあ、もし、まあ、マーナさん演じる渚がいたらもっとうまくいったんじゃないかっていう、なんかこうそういうちょっと気持ちのね、まあ、ズレがある中、まあ、もう一回再会するっていうところなんですけれども、こちらの私のフライヤーの脇にいるですね、あの田中京子さんが、まあ、サキという役で、やっぱり私と同じ光と、まあ、サキと、まあ、このマーナさん演じる渚と成さん演じるほのかの4人で、まあ、いろいろこう企画をするっていう
この焦がしいちごバタージャムをやろうっていう話なんですけれども、で私はまあ公務員で働く幼なじみなんですけれども、この田中京子さんが演じるのが、まあすごい地元でまあずっと高校から付き合っている彼氏にまあ告白されたけど、でもなんかこうちょっと微妙みたいな、その微妙な理由が、まあ両親が離婚して、まあ、おばあちゃんとおじいちゃんに育てられて、なんかその結婚するのがいい人すぎて怖いっていう、そういう、こう話だったりとか、でそしてその、まあ、結婚するからおじいちゃんとおばあちゃんへの恩返しで、そのいちご の, その農家のそれで何かこうやりたいっていうのがきっかけで、まあ、4人力を合わせて何かやろうって出来上がるのが、この焦がしいちごバタージャムの歌っていう、まあ、歌になっているこのジャムなんですけれども、でこちらですね、まあ、そういったこういろいろなことが盛り込まれてまして、で今回ですねチャリティーですね、でこちらの一般社団法人ハートフルファミリーさんっていうのはですね、まあ、シングルマザーですね、まあ、今占いでも本当に離婚とか、まあ、お父さんだけお母さんだけって多いんですけれども、こういった人たちのですね、まあ、いろんな経済的な自立とか支援を促している、まあ、団体なんですけれども、こちらのですね私たちが出た朗読劇がですね、この間の12月25日のですね、まあ、皆さんみんなでこう一人家庭のサンタになろうというチャリティーイベントですね。でこちらが、まあ、8000世帯の1万3000人の子どもたちにですね送るっていう企画なんですけれども、こちらが皆さんにそこの企画のですね、ハイファイブクリスマス2022というものでこちらが送られました。でこちらいつも皆さんね毎年こちらのチャリティーイベントを行われてまして、まあ、随時そういうチャリティーの募金っていうか送料ですね、送料だけでも800万ぐらいかかるそうで、随時そのクラウドファンディングなど募金を募集しているそうです。で500円から募集しているそうなので、もし自分も協力したいとか賛同したいっていう方はですね、こちら の, ホームページの方からお問い合わせいただいたらいけたらなっていうふうに思います。まだまだ、まあ、今年のものもそうですし、今後の活動のそういうものを募集してますので、皆さんぜひ見てチェックして賛同いただける方は募金していただきたいなというふうに思います。で今回、まあ、このジョン・レノンの、ね、内容も、まあ、そういった家族とか、まあ、そういう、まあ、こう誰かと大事な人と食べることが幸せとか、そういった意味がありまして、まあ、SDGs 朗読劇の、まあ、持続的可能な開発目標17の飢餓をゼロにっていうことのテーマをもとに、まあ、朗読劇が作られてます。で今回主題歌なんですけれども、今回初めてこちらでですね放送させていただくんですけれども、この歌詞の中からも、まあ、一人で食べるより、まあ、みんなで食べる方が美味しいとかですね、その家族の絆とかをメインにしている内容の歌詞になってます。で本当に私もですね、まあ、今回こちら募金とかチャリティーの方にも関わらせていただいて、まあ、こちらの朗読劇の方にもいろいろと、まあ、こうつながってっていうことになってですね、私やっぱり家族とか、まあ、そういう絆とかってすごく重要だと思いますし、あと食べるものですね、だからその食べるものってすごくやっぱりこう誰と食べるかっていうのもすごく大事なのかなっていう感じがします。なので、まあそのまあ、シングル世代、お母さんしかいない、お父さんしかいない世帯の方にですね、ぜひたくさん見ていただいて、夢を持ってですね、まあ、この先みたいに幸せな結婚ですね、怖くならないで、まあ、自分は結婚しようとか、そういう、こうトラウマとかにならずに、そういうふうに進む何かこうきっかけに、まあ、この朗読劇もなっていただけたらなというふうに思います。はい、で今回、まあ、こちらの焦がしいちごバタージャムの歌なんですけれども、まあ、ミュージカルとかのヘタリアの楽曲を手掛けているタクさんって方が音楽をつけていただいて、で歌詞はですね脚本家のこの鈴木雅昭さんが書いてます。なのでちょっとこう歌詞がね盛りだくさんなんですけれども、すごくいろいろな意味を込めての歌になってます。そして、まあ、来年ですねこちらがちょっと CD になることが決まってます。なのでそちらもぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。で今回ねまだこちらが配信中ということでですね、画像はお出しできないんですけれども、この朗読劇の中から、まあ、ちょっとライブバージョンでですね今回歌詞入りの
まあ、こちらの天音成さん演じるほのかと、まあ、アナさん演じる渚の、まあ、親友の、まあ、ライブっていうことがコンセプトになっているんですけれども、最後のですねコーラスの部分で私も入ってますので、あこの部分清らかなって思うところがあれっていただけたら嬉しいです。それではこちらをご紹介しながら今日のゲストをお迎えしたいと思います。それではジョン・レノンのイマジンを知っていますかより主題歌焦がしいちごバタージャムの歌です。どうぞ。明日からの
はい、それではですね、今日は人数多いですね、スペシャルゲストをご紹介してます。今回はですね、源幸四郎様、こちらですね、武学宗師家元ですね、武学座代表、源幸四郎さんをお呼びしてます。こんばんは。こんばんは。そしてまたサウジアラビアで講演した皆さんをお迎えしてます。よろしくお願いします。すごいドキドキした。自分で何言ってるか分かんなくなっちゃいましたけど、よろしくお願いします。はい、それではですね、自己紹介をお願いいたします。はい、武士の武に音楽の楽と書きます、はい、武学という芸能を主催しております、はい、源幸四郎です。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、はい、普段はフリーランスで女優業をしております、はい、岩見里奈と申します。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそれ次お願い、後ろの方お願いします。はい、和太鼓の演奏活動をしております、はい、古舘健二と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、あの忍笛の演奏活動をしています、はい、鈴木信之と言います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、武学のマネージャーであったりいろんなことをプロデュースしております、はい、橋本康政と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私幸四郎先生ですね、幸四郎さんは初めてなんですけど、今目の前にいてドキドキしちゃって目力がすごいあって、最初自分でも自己紹介何言ってるか分からなくなるぐらいこうドキドキしましたけれども、はじめましてで、よろしくお願いいたします、まして。今回のご縁がですね、ちょうどここにいるリナさんですね。私あのリナちゃんと一緒にですね、まあ、つい最近12月25日にクランクアップいたしました、うん、はい、レジェンドオブ卑弥呼という映画でですね、はい、2人して神様の役で出演させていただきまして、あの神様の上で私がまあそのメンバーの中のあの天津という役なんですけれども、はいはい、そこでいろいろ最後までこう戦うシーンがですね、周りがこう亡くなっていく中っていうところで一緒してから、今回今日で4回、はい、会うの4回目なんですけど、はい、電話でいつも話してるのでいつも会ってるような感じなんですけど、そのご縁からですね、今回この幸四郎先生と皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんかサウジアラビアの公演ということで海外に行かれてきたっていうことなんですけれども、はい、じゃあその活動について幸四郎先生から伺いたいと思います。はい、はい、私どもがですね、武の美と言っているものでですね、その武術の動きの美とか、あとは武士のたしなみとして能とか茶の湯とか、そういう文化の美、それと武士道とか、そういうその精神性の美っていうものを世界に発信するのを使命としてですね、うん、今回はそのサウジのリヤドシーズンっていう大きなその世界各国のこうテーマパークみたいなのが寄せ集まったようなところで、その日本のこのブース、まあゾーンっていうのがこうアニメタウン、世界一の大きさのアニメタウンっていうのがありまして、そこ の, まああのステージでこの舞楽をあの披露させていただいたっていう経緯なんですね。あ、そうですか。そのメンバーが今回のこちらにいらっしゃってる皆さんなんですね。はい、そう、それでその、まあ、舞楽のメンバーとしては4人で行ったんですけれども、はい、現地で、和太鼓奏者として来てくださっていた、古舘さんとか、はい、古舘、あとはその篠笛、はい、あのの信之さんって呼んでたんですけど、はい、はい、信之さん、はい、じゃあもうサウジアラビアが初めてだったんですね。そうですね、はい、はいはい、現地で、はい、そのコラボレーションしましょうっていう風にして、はい、すごい盛り上がりましたよね。はい、あ、もうそうですか。はい、じゃあ早速ね、お写真いただいてるので1枚目から拝見したいと思います。1枚目お願いします。こちらですね、これ先生ですね。あ、そうですね、はい、はい、このメインステージって呼んでいたもの、はい、大きなですね、はい、だからあの本当フジロックみたいな感じの野外ステージなんですね。野外ステージでこの向こう側にお客さんがたくさんいるんですけども、はい、このステージにすごい巨大なあの、うん、LED のモニターがありましたね、はい、それにこう映像を流したりして、はい、ですね、あの自分たちのこのロゴだったり、私たちあの AI で作ったこの画像とかをこう流したりとか、はい、そういうのもやったりして、うん、あの
結構ね、うん、盛り上がりましたね。盛り上がりました。このステージの上にもモニターがあってですね、はいはい、すごいもうセットとしてはもう LED がいろんなところに面にくっついて、うんはい、そのステージ の向かって対面とかもすごいもう渋谷の街並みがこう再現されているような、そうそうそう、スクランブルスクエアっていうのを作られているような、これはなんかサウジアラビアの祭典みたいなものだったんですか、それともこれだけのオリジナル のリヤドシーズンというのが2030年を目指して、はい、カタールであったりドバイであったり、はい、あの中東で大きくしていこうということで、はい、その中でサウジアラビアがこういうリヤドシーズンって本当万博っていう、ああそうなんですね、ディズニーランドがもう 2,3 個入るぐらいのサイズがあるんですけど、うんはい、うん、いやすごいですね。じゃあ次お願いします。こちらですね。あ、これが、そうそうそう、これがそのね、うん、上のもう一つ、ね、これ皆さん映ってる感じですね、あの映像、そうね、出演者さんですけど、はいはい、ね、全部あの LED のモニターになってるんですね、はい、あのプロジェクターじゃないんですよね、うん、全部自分で光ってる、光ってる、はい、もうこれは1日何公演ぐらいやるんですか。私たち3公演、そうですね、皆さんそれぞれステージが3箇所あってですね、はい、これがメインステージで、あとはあの他にも写真出てくると思うんですけど、はいはい、グレンダイザーといってあの、はい、マジンガー巨大ロボがね、のさらに日本人はあまり知らないっていうね、そうです、はい、マジンガー Z のさらに1個前のアニメで、はい、それがなぜかサウジアラビアですごい流行ってるので、巨大立像がそこにあるというような感じです、はい、相当大きいですよね、相当でかい、10メートル、牛久の大仏みたいなね、巨大さですよね。もうこれはあれですか、もう現地に行っていろいろこうちょっと調整するぐらいですぐ本番なんですか、皆さん。これはね、今までのその我々もね、いろんなとこ出演させていただいている中で、あのなかなかない経験をね、1位を争うぐらいに結構過酷なあのステージという状況でした。まあでも本当その中でも出演者同士、やっぱり日本人同士でいろんなコミュニケーションとして助け合ってやることができましたね。逆にそれで結束固まったような感じもありますね。そうですね、逆にね、そういう場所の方がみんなで団結力で、いやこれはですね、その2年ぐらい前までサウジアラビアではそういう音楽イベントとかも禁止というか、やってなかったような状況らしくて、だからそのオペレーターも機材はすごい機材が揃っててもちゃんと使いこなせないというか、全員ドバイからやってくるって、ドバイからプロダクションチームはもうドバイからみんな来てやってる。じゃあもうサウジアラビアと現地の人はあんまりいないような感じなんですね。そうですね、あ、それぐらいやっぱりもう、こう、はい、今開けてきたという感じ、うん、なので、こういうイベント自体、大きいイベント興行を見るのもお客様の初めて、だから新鮮な、ね、喜びのこう、感覚をね、味わうのね、私たちも何か得ることができたような、ね、感じしましたね。内容っていうのはもう決められてて、現地でそれを合わせる感じ、それとも行って少しいろいろアレンジするんですか。もう我々のコラボ自体はもう本当にみんなそれぞれ別のステージングがあったんですけど、それを交渉して現地のプロダクションと交渉して、やっぱりいい日本を見せたいということで、みんなでも即興でですね、もうホテル戻ってからみんなこう合わせたりとか、そういうふうをしてこうしよう、ああしようっていうのを考えて、翌日にまた挑んでっていう感じです。そうですね、毎日がこう違うステージのような感じで、非常に刺激的な毎日でした。はい、でもやっぱりこう空気ですもんね、舞台とかこういうものってね、だからやっぱ毎日こう微妙にね、違いますし、毎回毎回こうちょっと違いますよね、反応がね、ダイレクトに分かるので、ね、あ、こういうのはね、受けるなとか、もうちょっとこうしようかなとか、あとやっぱその状況がその日本のようにね、例えばその能楽堂みたいに静寂が整ってる環境では なかったりすると、それに合わせて演目も変えていったりとか、はいはい、そういう工夫が必要でしたね。うん、そうですね。あとはなんか次お写真とかあったりするんですかね。はい、はい、はい、どんどんお写真を見ていただいた方が、ね、巨大な鳥とね、はい、その、まあ、浅草の仲見世みたいな、ああいうような雰囲気を再現したものですよね。でその向こうに見えてるのが
なんかエヴァンゲリオンの人みたいな感じですけど、はい、巨大なドームのね、ドーム映画館なんですね。建物なんですね。なんかプラネタリウムみたいな、その映画、あの 3D の映画館みたいなのがあって、そう 4D ですね、ゴリンズ、うん、すごいですね。ですね、街全体がそういうこうファンタジーな、ね、うん、そうですね、世界観を再現してるみたいなね、うん、なんかサウジアラビアってなんかねこう巻いてるイメージとちょっとなんかこう砂漠っぽいイメージなんですけど、全然なんか違いますよね。見てる人はそのイメージですね、そう、だから黒い女性と、はい、白い男性の男性と、はい、束巻いてるみたいな、うんうんうん、あのサウジアラビアがやっぱりこうなんか日本人をね、やっぱりこうこういう文化を好きってい こう雰囲気があるってことがあったんですけど、反応はどうだったんですか。一番の、はい、一番の我々、はい、ですね、180度変わったということは、うん、あのやっぱり日本人の中東のイメージと違ってですね、はいはい、まあ、彼らはその日本の歴史であったりだとか、はい、もちろんアニメから入ってくるんですけども、はい、その文化っていうものが、うん、あの歴史が長い文化をすごい大切にしているというふうに、あのサウジアラビアの人たちは思われていて、はい、うんうん、なぜアメリカナイズされてきているんだ日本はと、はい、いう人結構いらっしゃいましたね。あ、そうですか。そうそうそう、私たちが着いて、はい、うん、初日ですよね、初日にちょっともうあのスーパーマーケットにちょっと歩いていこうと言っていたら、もうスーパースターなんですよ。あ、やっぱり着物でいるだけで、サムライダー、サムライダー、もうなんかこの姿を控えして見た瞬間にね、日本でも目立ってますから、サウジアラビア行ったらスターですよね。いや、その喜び方のね、純粋に本当にもう目を輝かせて、はい、うん、これ子供たちなら分かるんですけども、うん、大人の人たちまでみんな目を輝かせながら、本当にいるんだサムライはっていう、うん、そういうね、なんかこう印象を持っていただきたい、うん、それとその歴史についてね、話してくれたり、あとはもう会ってその日に食事を ね覚えてくれたり、ディナーをですね、もう歩くのは危ないから、はい、で車に乗っけてくれて、そうそうそう、はい、慣れない、ね、環境で、うん、その歩道とかがうまくあのないところもあったり、うん、信号とかもない場合もあるんですよね、うん、で、まあ、そういうのを気をつけ、あの気にして、はい、わざわざ車で送ってくれたりして、優しいですね、初めて会ってんですよ。すごい、あったかい国なんですね、本当に暖かくて、はいはい、人の優しさにみんなで触れてきましたね、すごい。滞在時間はどのぐらいだったんですか、そちらに行かれて皆さんで一緒の。はい、私自身は4日だけだったんです、はい、4日だけ、はい、4日だけだったんですが、はい、4日のうちにこの舞楽の皆さんといろいろコラボレーションができて、非常に充実した時間を過ごすことができたと思います。はい、舞楽の皆さんもっと長かったですよね。そうですね、我々は15日間ですね、15日間ですね、はい、はあ、じゃあもう一旦皆さんの出番によって滞在の時間とかが違うんですね。そうですね、ケンジさんも1週、7日間、私はそうです、1週間、はい、はい、なんで1週目にケンジさんと一緒に現地でコラボして、うん、鬼滅の刃、うん、グレンゲをやって、うん、2週目にノボさんと出会って、はい、じゃあ、 あの炭治郎の、かまど炭治郎の歌をやろうかっていう感じ で、うん、即興で楽しそう、現地で、日本人だけじゃなくて、はい、各エリア各国の街が入ってるので、はい、そこに行ってみて、そこのパフォーマンスギリシャのゾーンとか、ね、そういう意味ではやっぱり、はい、アルジャジーラのエリアの方とか、うん、皆さん本当に、うん、素晴らしいパフォーマンスで親切で、うん、いや一緒にやろうよってすぐ言ってくださって、うんうん、まあ、そういった意味ではもう本当にエンターテインメントが垣根を越えていける世界平和だなっていうのをすごくサウジアラビアで感じさせていただけました。あ、じゃあよかったですね、うん、じゃあ次お願いします。今集合写真そ, う、ね、そうなんです、あ、はい、今日来られなかったんですけど、三味線師匠さんの、はい、はい、あの佐藤さ、はい、桜子さんっていう方と、はい、ちょっと映ってないんですけど、もう一人あの私と一緒に舞楽座のメンバーで行った小林ひかりさんっていう女の子がいたんですけど、はいはい、今日二方ちょっと残念ながら来れずで、この衣装は皆さん合わせるんですか、うん、それとも提供されるんですか。あ、自分で、まあ、おのおのなんですね。で、はい、でもぴったり合ってますよね、色とか。そうですよね、そうですね、なんか橋本さんもなんかマネージャーじゃないオーラがなんか出てますなんか人一対一で立ってるだけの弁慶役というか、なんなら一番目立ってありますね、オーラがありますよね。いいですね、はい、
ございます。じゃあ次お願いします。あら、あ、これがこれが、これがそれです。その建物で、あのエヴァンの大仏のような、ね、大仏のような、グレンダイザー、すごい大きさで、すごいですね。あ、ギネス、夜には目も光ったり、こういろんな、ね、あの確かこのグレンダイザーはこの大きさでギネスに載ってます、はい、ね、ギネスブックに、ギネスブックに、やっぱりね、向こうの人、何でも日本、世界一とかね、うん、言いたいのかな、この街全体もその世界一大きいアニメタウンらしいですよ、うん、へー、すごいですね。あの右奥に見えるのがデーモンスレイヤーって言って、あの鬼滅の刃の画像とか、皆さんこの衣装でずっとうろうろしてたんですか、はい、で逆に目立ちますよね。そうですね、はい、目立ちますね、なんか逆になんかやっぱりこう普通のね、一般っていうよりはなんか特別な人たちに見えますよね、うん、すごいですよ。だからもう本当に会場を本当に回るのに、うん、あの全部を回るってもう何時間もかけないと回れないんですけど、はい、あのもう行く先々でやっぱ写真をね、あの、はい、撮られるので、うん、前に進めない状態でしたね。へー、すごいですね。じゃあ次お願いします。はい、あ、これがみんなサウジアラビアの、そうです、もう、はい、これをお客さんと一緒に撮った演奏、後ですね、これは。そうですね、はい、もう大人気ですね。これなかなかね、あの宗教上なのか、やっぱり女性の方が顔を隠されていらっしゃる方が多いので、あのカメラを向けると、やっぱりあのもうカメラに入りたがらないっていう方が非常に多いんですよ。その中でこういう一枚が撮れたっていうのはすごい貴重な一枚だったんですけども、すごいですね。でもなんかやっぱりこう世界観とか変わらないですか、こういう場所でやると。中東のイメージがやっぱり変わった、ね、うん、中東、日本に入ってくるその中東のイメージと、うん、はい、やっぱり実際に僕らが見て聞いて体験してっていうのはやっぱり全然違うなというのは、確かに多分各々の皆さん感じたんじゃないかなと思います、はい、絶対に良くなりました、うん、良くなりました、ちょっと怖いイメージあったけど、うん、ね、全然怖くないですね、うん、優しくて温かい、うん、私自身は何曲か日本の有名なアニメのソングを歌を、はい、あの演奏させていただいたんですけれども、はい、思った以上に現地の方は日本のアニメの歌を知っていて、はい、それでそういう知ってる曲を演奏すると皆さん盛り上がってくれて、うんうん、それは非常に新鮮な体験でした。いやなんかいいですね、うん、でもなんかやっぱり選ばれた人しかやっぱり行けないですよね、ね、なんかこう今お話聞いてるとで、やっぱそれぞれの道のやっぱりこうプロフェッショナルな、ね、こう皆さんだなっていうのをこう感じますよね。でもなんか、はい、あの思った以上にですね、うん、日本の文化そのものを受け入れてくださる素養があるので、うん、はい、本当にいろんなチャンスがあるんじゃないかなというふうに我々自身も、うんうん、そうですね、はい、なかなかその例えば旅行とかで中東を選ぶっていうのはなかなかないと思うんですけど、うん、でもぜひ皆さんには行ってもらいたいなというふうに、うん、はい、思いました。私も行きたくなりました、ね、あのネオンとか見て、ね、行ってみて、なんかちょっとイメージが変わりましたね。そうですね、本当みんな優しい、優しい、うん、いいですね。あと子供たちが本当に多いっていう、うん、子供が本当に多い、すごい多いんですよ、すごい、だからこれからどんどん発展、ね、発展するんだろうな、ダクさんの、ね、国、そうで、リナちゃんも写真ね、いっぱい赤ちゃんだから、あ、そうなんだ、そうなんだ、そうなんだ、リナさんあの大相撲のね、頂戴率が高い、そう、ご利益がありそう、ね、よくあの力士なんかにこうダックしていただくと長寿になるとか、はいはい、本当そういう形でですね、リナさんもずっと子供を抱っこしてって言われて、ね、すごい、ね、幸せなことでした、幸せ、ね、なんかやっぱこうね、赤ちゃんとかね、動物とかってこうパワーがあるっていうか、やっぱパワーもらったんじゃないですかね、本当に、はい、なんか本当に幸せだなと感じて、なんか子供たちの方からなんかあの、なんていうんですかね、こう抱きつきに来る、ああいうのもね、見ててすごい幸せだ、じゃあなんかこういいことが来年あるかもしれない、なんか見えて、赤ちゃんとか子供には見えてるのかもしれないって、嬉しいな、はい、じゃあちょっとね、時間が迫ってきたんですけれども、はい、まあ、こういうサウジアラビアとかですね、まあ、創始者っていうこと、家元ってことで、はい、まあ、あの源先生とかも含めてですね、皆さんこう、こうなりたいなとか、やっぱラジオで聞いてる方もですね、思っても、なかなかそこが到達できない方とかも多いと思うんですけども、こういうことに気をつけたらこうなれたよとか、何か皆様に一言ずつこう、ね、日頃気をつけてることとか、
まあ、こう自分が願かけていることがあれば一言ずつお願いします。そうしましたら源先生から一言お願いします。はい、私の場合はそうですね、よく神社にお参りに行って、はい、行って、はい、そして、まあ、なんか願い事をお願いするというよりは、あの感謝、こういうことが、ね、うん、あのうまくいきましたとか、はい、そういうことをあの正直にそう感謝するっていうようなことをやってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ次リナさんお願いします。そうですね、私も神社仏閣ではよく行くんですけれども、それ以外に毎日寝る前に、あの神様、仏様、ご先祖様、はい、まあ、守護霊様だったりに、はい、あのありがとうございますっていうお礼と報告をして毎日寝るようにしています。はい、ありがとうございます。じゃあ次ケンジさんお願いします。はい、僕がやっていることはですね、なるべくこう人を笑かそう、笑顔にしようというのをなるべく心がけております。大事ですね、笑顔を。はい、はいはい、素敵ですね、ありがとうございます。次信幸さんお願いします。はい、私は何かをするときにやっぱ自分だけがいいっていうんじゃなくて、みんなが良くなるように何かできないかなということをどこか頭の片隅に置いて何かするようにしています。はい、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。しかもこのね、初ですね、あの今回あのもう一番最後の放送なんですけども、タロットをしてるときに BGM でですね、生演奏、ね、生演奏を聞いてくださるってことですね。楽しみですね。はい、楽しみ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃ最後ケンジさん、あ、ケンジさんじゃないですね、橋本マネージャーお願いします。はい、今サービスに戻っちゃいました。BGM で、ね、吉野さんでございます。はい、私も、まあ、はい、あのリナさんと一緒な感じなんですけど、はい、あのやはりこう先祖の、まあ、はい、私が、まあ、実際に まあ、おじいさんおばあさんも亡くなっていないんですけど、はい、墓前にやっぱりこう手を合わせに行くということをすごい大事にしておりまして、うん、何かあった時には必ず、まあ、その自分たちの先祖をこう、はい、敬ってから何かその次の行動に起こすということを、まあ、心がけてやっております。はい、はい、ありがとうございます。でもやっぱりこう皆さんね、心がけてることがやっぱりこう違いますよね。なんかやっぱり代々のそういうこうお家とか、あとはこう神社とか、あとはその心がけて笑顔とかですね、あとこう人のためにとか、やっぱりそういうチームだから、やっぱりこう皆さんにね、こういい影響も与えられるのかなっていうふうに私も改めてですね、なんかすごく気持ちがこう現れて、こういろいろ見直そうとかね自分のことも思いました。もう本当にありがとうございます。それではですね、後半の占いコーナーに移る前にもう一度あのこがしいちごバタージャムの歌をちょっとだけ聴いていただいて後半に移りたいと思います。それではこちらをどうぞ。それでは占いコーナーに移りたいと思います。はい、では BGM お願いします。すごいいいですね。はい、それではですね、今日はですね、皆さんのこれからのサウジアラビアの公演のことを伺うということで聞いていますので、それを見ていきたいと思います。はい、来年もいろいろ決まってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、はい、引き続き、はい、じゃあ皆さんのことを見ていますね。すごいなんかいいですねなんかこうちょっとおごそかな雰囲気で、なんかすごく贅沢な占いになってますけれども、はい、はい、では見てみたいと思います。それではですね、最終的にコインのキングが出てますので、結構これは価値とかですね、まあ、遺産とか、あとこう遺産じゃないですね、こう財産ですね。だからいろいろ、まあ、あのサウジアラビアでやることでですね、価値とか、あとお金とかですね、まあ、サウジアラビアもそうですし、まあ、皆さんにもそういういいお
金回りが入ってくるっていうのと、あとこれがいい情報とかつながりなんですね。だからそこに行くことがゴールじゃなくて、その先に先にいろいろと発展していくっていうのが出てます。それがもしかしたらこのチームでだけじゃなくて個々にかもしれないですし、そういった情報が入ってくるっていうのと、あとこれが安定とか安心ですね、バランスを取るなので、結構そのそちらで関わりを持つことでこう日本とのバランスが取れるというか、お仕事にしても。だから結構そちら側の仕事が入ってくる場合には、 あんまりこう襟好みしないで優先しても逆にバランスが取れていくのかなと思います。でこちらがですね、気をつけることがジャスティスっていう正義なんですね。だから決断していくってことがすごく重要になります。できっとサウジアラビアに来るから来るこういろんなオファーとかってすごいチャンスなので、なんかちょっと躊躇してたり、まあ、何か迷ってるとそのチャンスを逃しちゃうことがあるので、まあ、決断をしっかり早くしていくことが重要です。そしてこちらですね、逆で出てるんですけれども、これが今までの流れとか繰り返しが逆なので、もしかすると来年サウジアラビアに関わることで皆さんのいろんなこう周期とか流れとか仕事のサイクルみたいなものが変わっていく可能性があります。なのであまりこう執着しないっていうことがすごく重要なので、潔さですね。だからまあ2023年が変化って言われているので、その新しい変化に自分たちが乗っていくっていうことを心がけると、まあ、チームとしてもですね、まあ、そのメンバーの個々にの活躍にしてもいい流れになっていくのかなというふうに思います。はい、以上になります。 ありがとうございます。日の用心の方たちが歩いてます。今マッチしてましたね。はい、ありがとうございます。 BGM ありがとうございました。素敵な音色ありがとうございます。はい、じゃあもう大丈夫です。はい、ありがとうございます。サウジに住むしかないですね。はい、はい、これは行くしかないですよ。行くしかない。もう決まってるものがあるんですね。そうですね。はい、まあ、僕らがすごい仲良くなったバンダーといってね、はい、現地の方がいるんですけども、はい、もう家に住んでもいいよと。はい、それでもういろいろあちらで道場をやったりとかね、はい、そういったことをちょっと伝えることをやっていきたい。でも皆さん、ケンジさんもね、ノブさんもこうやって日本の文化を伝えていくっていうことを、もうノブさんのすごいですね。私なんかすごいいい気分でできちゃいます。私はなんかこう着物とか着てこうゆっくりとか、このカードはみたいな感じでなんかやりたくなりましたけどね。何かの時はコラボでお願いよろしくお願いします。ちなみに今吹いた曲は、宝さん三左衛門先生、長唄の先生の山桜の歌という作品でした。はい、桜の歌です。あ、私桜大好きなのでありがとうございます。ありがとうございます。必ず絵文字に桜を入れるのですごい嬉しいです。ありがとうございます。いやでもすごいいい流れですね。だからいろんなチャンスが舞い込んでくるので、この自由にっていうのも出てるので、あんまりなんかこう頭でっかちに考えるよりは、あ、行ってみてダメだったらやめようぐらいのこうフットワーク軽くっていうのも重要になります。であと、もしかしたらちょっと忙しくなるので、まあ、体調ですね、そこだけ気をつけるってことが重要かもしれないです。まあ、行き来とか、まあ、時差もあると思いますし、なんですけどいい流れになってきますし、お金を生みます。財産を生むので、それがサウジアラビアに関しても住むしかないですね。はい、なのでぜひ楽しみに来年を迎えていただきたいと思います。はい、でもね、素晴らしい結果でありがとうございます。もうね、あっという間にもう今日はもう49分ですけれども、本当に今日はね、素敵な皆さんに最後来ていただきまして、今日が渋谷クロス FM さんもね、最終放送日らしいので、ちょうど節目で、私も今日が最後の年内最後の放送で本当に良かったです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。